皆さんこんにちは。こんにちは。お元気ですか。はい。2023年11月26日の主日礼拝を始めます。目を閉じて神様にお祈りを捧げながら礼拝を始めましょう。神様の御言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アーメン。ハレルヤ。愛する天のと様、いつも変わらない愛の中で、あなたの恵みの中で私たちを導いてくださり感謝します。今日もあなたの日に愛する兄弟姉妹たちと共にあなたの御前で礼拝を捧げます。この世では喜ぶ時もあるし悲しい時もありますけど、すべてを通して益とされる神様の恵みに感謝します。また私たちにあなたが立てているのは平安であり将来と希望を与えるものであるのを本当に感謝します。それで私たちの希望であるイエス・キリストを見上げながらいつも神様と共に歩む私たちになりますように、今日も新しい1週間を始める時、あなたに礼拝を捧げて始めます。あなたの恵みで私たちを導いてください。この時間聖霊様によって、神様には素晴らしい栄光が、私たちには新しい恵みで満たされる時間になりますように導いてください。賛美を持ってあなたの御前に行きます。私たちの礼拝を受け取ってください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。Thank you.
天のお父様、皆を賛美いたします。週の初めのこの日曜日に兄弟姉妹たちと心を合わせて主を礼拝できますことを感謝いたします。木曜日はサンクスギビングデーでした。主の恵みである収穫に感謝し、共に過ごせる家族に友人に、また健康にと、この世で健やかに過ごせることを主に感謝することができました。この世で私たちを生かしてくださるだけでなく、主イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちを義としてくださり、永遠の命へと救いへと導いてくださったことを心から感謝いたします。このようにあって私たちはさまざまな誘惑に遭いますが、どうぞ私たちが罪を犯すことのないように助けてください。
ロシアのウクライナ侵攻による戦争に終わりが見えない中、ハマスによるイスラエル攻撃と世界は戦争による国々の対立が激しくなっています。どうぞ世界のリーダーたちが人々が命を落とさずに済むような解決な道を選び取ることができるように、神様からの知恵を彼らにお与えください。終末が近づく中、まだイエス・キリストを救い主として心に受け入れてない人たちがたくさんいます。私たちの家族にもまだ救われてない家族がいます。クリスマスの本当の意味に思いを馳せることができない人々がたくさんいます。どうぞ私たちが良き証人となることができるように助けてください。ヨシュア一章九節には、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこでもあなたの神があなたと共にいるのだから、とあるように、私たちが恐れることなくイエス・キリストを証しすることができるように強め導いてください。今病と戦っている人たちにあなたの御手を伸ばして癒してください。試練の中、苦難の中にいる兄弟姉妹たちを励まし、解決の道を示して助けてください。これからメッセージを語る李先生を豊かに祝福してください。またメッセージを聞く私たち一人一人を聖霊で満たしてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。紹介と報告に行きます。はい、直子さんがお祈りを捧げましたけど、直子さんが健康で日本から戻りました。お帰りなさい。お帰りなさい。それで、はい、後ろには私の上の子が来ました。いらっしゃい。はい、お互いに歓迎しましょう。よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。今週の誕生日の方いらっしゃいますか。はい、今日の誕生日の方です。はい、一緒に一緒にこの歌を。本当に正直なかったですね。はい、すごいです。ここに来たら26歳というんですけど、はい、それで、先週のテンクスギビングのランチョンは本当に神様の恵みで、またたくさんの人々が集まって、ね、本当に素晴らしい恵みの日でした。それで長い間教会に来られなかった家族たちも来られて、また新しい人も来て福音を伝える機会になりました。それで、食べ物とまたいろんな飾りとか、またプレゼントとかドネーションをした、またいろんな片付けとかをした皆さんに感謝しています。それでまた新しく来た人々が聞いたその福音を心に留めて本当に救われますように続いて祈ってください。また平日にも皆さん個人的な祈りの時間を持って、その教会のために、また苦難とまた病気の中にいる兄弟姉妹たちのために祈ってください。また日本に帰った
兄弟姉妹たちのためにも祈ってください。また世界の宣教師たちのために、特に日本と戦争中のところでも命を懸けて福音を伝えている宣教師たちのために祈ってください。またクリスマスが近づいているんですけど、私たちの教会はいつクリスマスの礼拝を捧げますか？December 10th。 それで12月10日に礼拝を捧げます。それで信じない人々、また家族を誘ってイエス・キリストが来られた理由を、また福音を伝える機会になりますように祈りながら、それで準備をしてしましょう。それで今献金の時を持ちます。献金は後ろにあるその献金箱を用いてください。献金は神様が喜んでくださるこの供え物です。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、御子イエス・キリストを通して私たちを救ってください。それだけじゃなくて、毎日私たちに必要な恵みを注いでくださり感謝します。今日も救いの感謝で、また日々与えられたあなたの恵みに感謝して、礼拝を捧げ、また心を込めて献金を捧げます。特にこの献金を通して、あなたの国が、また福音がもっと伝えられますように清めて用いてください。また礼拝を捧げて、またいろんな奉仕をしている一人一人の上に、また献金を捧げる一人一人の上に健康を与えてください。また霊的に、精神的に、肉体的にもっとあなたの恵みで満たされますように導いてください。今日も感謝して、私たちの心を込めてそれを捧げます。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ルカの福音書23章44節から53節を拝読させていただきます。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。アメン。ありがとうございます。もう一度御言葉を聞く前に祈ります。また体に痛いところ、また弱いところがある人はそこに手を置いて、また他の人々は胸に手を置いて祈ります。癒し主、救い主イエス・キリストの力で癒されて、救われて、助けられますように祈ります。愛する天のお父様、神様の恵みで私たちは毎日生きています。それで感謝の心を込めて礼拝を捧げながら、あなたの命の御言葉を聞く前に信仰を持って手を置いて祈ります。イエス・キリストは死んだ人も生かす力がある方です。それでいろんな病気を癒す創造主であり、癒し主であるのを信じます。今信仰を持って手を置いて祈りますけど、
この手が十字架の上で血を流されたイエス・キリストの手になって私たちの痛いところを癒してください。また心の中でいろんな悩みがある人々にあなたの天からの慰めと平安を注いでください。また新しい希望で、また新しい恵みで満たしてください。それでこの世でイエス・キリストと共に力を持って歩むことができますように導いてください。今日も聖霊様を通してこの場で私たちの心が神様だけを見上げることができますように、それで神様の恵みをもっと注がれますように導いてください。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。毎週土曜日にその今日の日曜日のメッセージの題目と聖書の箇所を送りますけど、題目が変わったんですね。どういう題目をしたらいいのかずっと考えたんですけど、今日朝その主をそのプリントする前に変えました。それでこの題目が正しいと思います。それで今日の題目はイエス・キリストのためにということですけど、先週テンクスギビングはどうでしたか。本当に、教会に来られなかった人も楽しい時間を持ったと、恵みの時間を持ったと思います。また教会でも本当にいろんな新しい方に出会って福音を伝えることができて本当に感謝しました。それで、先週の月曜日私は癌で、その手術を受けたんですけど、それで完全に治って、また完治した人に会ったんです。それで完全に治ったんですけど、先生が変わったの。先生の言い方そうだった。それでその癌で治った人に会ったんですけど、その人が話したのは、本当にその前には自分が死ぬこととかを考えなかったと話しました。それで癌で戦って治ったんですけど、それで今はその自分の死の準備をちゃんとしていると話したんですね。それで弁護士を雇って遺言状を書いたり、また自分のお墓も買ったそうです。それで人々は特に健康で若い人々は自分が死ぬこととかは全然考えないんですね。でもいつかこの世が終わることということを考えながら生きるのは本当に知恵があることです。賢いことです。でもその自分の死を準備することは大切であって知恵あるものですけど、でももっと大切なのは神様に喜ばれるその人生になること、それがもっと大切なことだと思います。それで私たちはいつかこの世を去りますけど、それを準備することは一番大切ですね。それは一番大切なことはイエス・キリストを信じて永遠の命を持つことです。またイエス・キリストと共に歩みながら神様に喜ばれる生活をするということが大切なことです。それで私たちはイエス・キリストを信じること、また神様に喜ばれることは一番大切なことだと思っているんですけど、それで私たちに本当に大切なのはイエス・キリストがこの世に来られたことですね。クリスマスは私たちに本当に大切な日です。それでクリスマスを迎えながら、でも今日はイエス・キリストが生まれる前に死ぬことを話してますね。それでイエス・キリストが十字架につけられて私たちのために死なれる場面が今日の場面です。それでイエス・キリストの人生は本当に神様に喜ばれる人生でした。それで神様の救いの計画を旧約で
予言されたその救いの計画を従順に従って私たちに命の道を与えてくださいました。それでイエス・キリストは十字架の上で話したことが聖書に書かれているんですけど、それを何と言いますか、質問したら答えを打ち出されていますね。イエス様の過剰の七五と言うんです。それでイエス・キリストはその七五の中でも本当に一つ一つが大切なことですけど、特にイエス・キリストが完了したということはどういう意味でしょうか。それは旧約聖書で中途予言されていた神様の後計画を完了したことです。それで旧約聖書の言葉通りにイエス・キリストが生かされました。またそのルカの福音書ではその七五の中で最初のイエス・キリストが話したこととまた最後に話したことが書いてあります。それが最初に自分を殺している人々に、あの人たちは私たち自分が何をしているのかわからないので許してくださいと言ったんです。また最後には我が霊を御手に委ねますとイエス・キリストがこの七五を話してまた死なれました。それでその十字架の上のイエス・キリストが44節からさて時はすでに12時頃であったと書いてあって、全地が暗くなり午後3時まで続いたと書いてあります。イエス・キリストが十字架につけられたのは午前9時です。それ9時から3時までですけど、12時から暗くなったと書いてあります。12時は一番明るい時ですね。でも完全に暗くなったということです。だから人々はこれはいつ暗くなるんでしょうか。夜じゃなくて昼間に12時にどうして暗くなるのか、そういうことは皆既日食だと言う人々がいるんですけど、それはありえないことです。日食というのは3時間続けられないんです。またその離食が起こるのは太陽と地球の間に月がある時ですね。でもイエス・キリストが十字架につけられた時にはいつでしょうか。杉越の祭りです。杉越の祭りはいつも満月です。満月はそれで月が太陽と反対側にある時です。だから絶対離食は起こらないんです。だから3時から 3時間続いたその暗いことというのは神様が奇跡を起こしたことということです。それで暗くなることというのはそれで象徴的な意味があるんですが、実際にそのようになってんですけど象徴的な意味があるんです。私たちはこの世では地球では太陽がなかったらどうなるんでしょうか。今日少し寒くなったんですけど、もっと寒くなって生き物は生きられないんです。全部死にます。だから物質の世界では太陽は命の源のようなものです。それで太陽の光がなくなったというのは全ての人間の状態を意味しているんです。人間が神様から離れたら、光である神様から離れたら生きられない。だから一が死ぬ状態になっているんです。だからイエス・キリストが十字架の上で全ての人類の罪を背負って死なれる時、神様はイエス・キリストは完全に全ての人間の罪を背負った罪と見ているんです。だから神様から完全に
切断されているということを意味しているんです。だからイエス・キリストは神様から完全に離れるようになっているんです。だからイエス・キリストがその時また叫んだことがあるんですけど、それが3時頃になった時、エリエリレマサバクタニと言うんです。これは何語でしょうか。それはアラム語です。アラム語でエリエリレマサバクタニというのは、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかということです。それは私たちの罪を全部背負って十字架につけられているイエス・キリストを神様は完全の裁きに押して、それでイエス・キリストは罪人になっているということを意味しているんです。でもこのイエス・キリストが叫んだこと、完全に神様から離れて裁かれること、私たちの代わりに裁かれる時のこの叫びは旧約聖書に書いてあるんです。どこに書いてあるんでしょうか。私を見なくてもこの打ち出されているものを見たら分かります。それが詩編の22編です。ダビデが書いてあるんですけど、ダビデが書いたその詩編の22を全部皆さん後で読んだら、なんか十字架を見ながらイエス・キリストが苦難を受けているのを見ながら書いてあるように、もう完全に同じことが書いてあります。それで一節ではイエス・キリストが神様から人間の代わりに裁きを受けるとき、我が神我が神どうして私を大見捨てになったのですか、同じ言葉が書いてあります。それでダビデがイエス・キリストが来られる900年くらいの前に予言されたその通りにイエス・キリストが死なれました。それで旧約聖書でずっと予言されているその御言葉通りにイエス・キリストが従順に従って苦難を受けて、私たちが救われるように永遠の命をもらうようになったということです。それで45節には太陽は光を失っていったんですけど、するとまたイエス・キリストが死なれる時、神殿の幕が真ん中から裂けたと書いてあります。神殿の幕はどういうことでしょうか。そのイスラエルの幕やまた神殿では、その地聖所と聖所の間に幕があるんです。その幕は幕の中に、地聖所には1年1回大祭司だけが入ることができるんです。それでイスラエルの民の罪を許されるために大祭司がその神殿の幕に入ります。それで罪を許されるようになるんです。でもそれは毎年繰り返して続けるんです。だから永遠にその許されるのではなくて、毎年その許しをもらわなければならないんです。その幕というのは神様から人間の間で、罪のせいで人間が直接入る神様に見舞いに行くことができない、そういうことを意味しているんです。でもその幕が裂けたことというのは、イエス・キリストの血潮によって私たちが神様に直接行って祈ることができるということです。だから旧約の時代には祭司が神様と私たちの間で行って、私たちが祭司たちに話して、祭司たちが罪の許しをもらったり、そういうことになるんですけど、今は私たちはイエス・キリストの血潮によって直接神様に祈ることができます。誰も必要じゃないんです。大祭司であるイエス・キリストの血潮によって私たちは神様に直接祈ることができる
子供になりました。だからヘブル人への手紙の4章の16節では、私たちは神様のイエス・キリストを通したその憐れみを受けて恵みをいただいて、助けを受けるために大胆に恵みの御座に、それは神様に直接行って祈ることができるようになったんです。それはイエス・キリストを通してそのようになりました。旧約聖書では、旧約の時代ではいつも祭司が必要でしたけど、今はイエス・キリストの苦難を通して私たちの罪が取り除かれて、神様に直接行くことができるようになりました。それでイエス・キリストが十字架の上で、他のその罪人と違って本当に違う姿で死なれるようになりました。だからそれを見た人々は、2週間前でもその隣にいたその強盗もイエス・キリストを信じるようになって、あなたが神様の国に行った時、パラサに行く時、私を覚えてくださいと告白して救われるようになったんですね。それで今日の本文でも、100人対象イエス・キリストを殺す時、その責任を持ったローマ人ですけど、その人たちがイエス・キリストの姿を見て、この方は本当に正しい方だと告白するようになるんです。特にマタイの福音書では、この人が、この方は神様の子だと告白しています。そのように七五を話しながら、他の人々の罪を許してくださいと言って、また私は全てのことを完了したということを言いながら、死なれるイエス・キリストの姿を見て、この方は人間じゃない、神様のことを告白するようになりました。それでまたこの手もイエス・キリストがいろんな本当に血だらけで体がバラバラになって死なれることを見た人々は、悲しみのあまりに胸を叩きながら帰ってきたと書いてあります。またイエス様を知っているそのガリラヤから来た人々は、また特に女の人たちは離れるところで立てていたと書いてあります。でここでいなければならない人々たちがいるんですけど、誰でしょうか。ペテロとか、また他の弟子たちです。でも弟子たちは全員逃げました。またもうローマの人々と、また他のユダヤ人が怖くて逃げたということですね。でもイエス・キリストがこの世に死なれる時、人々はイエス・キリストが死んだら終わりだと思うんですね。また弟子たちも全部逃げたんです。イエス・キリストが捕まえたら終わりだと思って、また死んだらまた終わりだと思うんですね。全部離れるようになる時、全ての人々が終わりだと思う時、一人の人が勇気を出してイエス・キリストの体を求めます。葬るためにイエス・キリストの体を求めます。誰でしょうか。それがヨセフです。それはその人は義員だと書いてあります。またその時の義員というのは、今の国会議員と同じように考えられると思いますけど、それよりももっと力がある人です。その時代のイスラエルはローマの植民地です。でもその時ローマはイスラエルを治める時、そのイスラエルの人々を通して治めるようになっているんです。その時サネドリン公会という
公会があるんですけど、それはローマの支配の中でその裁判を起こったり、また宗教的に政治的に自治の正式です。だからその人たちは権力があります。政治的な権力があって、またその神殿に関するその税金とかを納めることもできるんです。だからお金も儲ける、お金もあるし権力もある人々です。だからその人たちはローマから独立するのを望まないんです。それでイエス・キリストが独立するユダヤのメシアだと、救い主だと思って、政治的な救い主だと思ってイエス・キリストを殺そうとしていた、それが、サネドリ、その後悔です。だからこの人は、その、サネドリ、後悔の、議員ですけど、権力もあります、お金もあります。でもイエス・キリストを信じる者はそこから追い出されるというようになっているんですけど、その前にはイエス・キリストが殺される前には自分がイエス・キリストの弟子であるのを明らかにはしなかったんです。でも義人たちがイエス・キリストを殺そうとしている時、でもそれを同意はしない、消極的にはそれを同意しなかったんです。でも結局イエス・キリストが死なれる時、他の弟子たちはイエス・キリストを捨てて終わりだと思うんですけど、その時自分の全ての権力とまた全ての地位を失っても、自分はイエス・キリストを信じる、その信仰をその見せるようになりました。だから自分が持っている全てのものよりイエス・キリストがもっと大切であるということを告白する行動に移ったことです。それでピラトに行ってイエスの体を求めたということです。ヨハネの福音書ではそれがもっと詳しく書いてありますけど、そのイエスの弟子であったユダヤ人、そのヨセフはイエスの弟子であったんですけど、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたんです。でもイエス・キリストが死なれた時、自分の信仰を明らかにしました。その後悔から追い出されても、自分の持ち物が地位が全部なくなっても、イエス・キリストはそれよりも大切な方であるのを信じて、その信仰を告白するようになったんです。それで自分がイエス・キリストの体を持って、自分の岩の掘ったお墓にイエス様を納めるようになりました。新しいお墓です。最初に自分の死を思いながらお墓も買った人もいたんですけど、ヨセフもそれを準備したと思います。自分が死んだらそのお墓に入ると、新しいお墓を用意したんですけど、それをイエス・キリストに捧げました。また自分の全ての社会的な地位が失っても、イエス・キリストのその葬儀をしなければならないと思って、自分の本当に全てを捧げる覚悟でそれをしたということです。またルカの福音書では書いてないんですけど、もう一人の人がその自分の信仰を告白することがあります。それは誰でしょうか。ニコデモです。ある人はネコデモと言うんですけど、ネコデモを信じているので、自分も信じたいと話した人もいるんですけど、ニコデモです。ニコデモはヨハネの3章では
その夜、密かにイエス・キリストを訪ねました。それでイエス様に、神様の国に入るために何が必要ですかと聞いた人です。神様の国を求めた人ですね。そのニコデモとの、その会話の中で、イエス・キリストが聖書の中で一番大切な3章の中6節を話したことがこの人との話の中に出てきます。そのニコデモも、そのサネルリン公会の議員です。でもイエス・キリストが死なれた時、ヨセフと同じように自分の信仰を告白します。また自分の地位がそこから追い出されてもイエス・キリストを一番大切に思って持ち役を持ってイエス様のところに来ました。それでその人が持ってきたのは30キログラムの持ち役とアロエを混ぜたものです。皆さん30キログラムは持つことはできるんですけど、30キログラムはどのぐらいのものなのか、その価値はどのぐらいの価値なのか、それを調べたら英語ではそれがリトラと書いてありますね。100リトラと書いてありますね。それで1リトラは1年間の労働者の1年間の給料です。でも100リトラを持ってきたんですね。そうしたら、何年のその給料でしょうか。1は1年です。100リトラはそんなに難しいことじゃないんですけど100年の給料です。一人の人が100年働いてもらう給料です。今の1年もらうその給料はどのぐらいでしょうか。人によって違いますけど、もう安い給料をもらう人だと思っても4万ドルだと思ったら、100年だったら400万ドルですね。それは自分の全財産かもしれません。このぐらいの量はその時代に王様の大葬式に使うものです。だからニコデモはイエス・キリストを王様と思って、ローマの皇帝よりもっと大切な方であるのを思って、それを捧げたことです。全財産よりも、また自分の地位よりももっと大切なのがイエス・キリストを信じる信仰だと。それでヨハネの福音書では、彼らは、その彼らは誰でしょうか。ヨセフとニコデモです。それで埋葬を習慣に従って、それをイエス・キリストの葬儀を知ったんですね。それが予言されているんです。イザヤ書の53章に、彼の墓は悪者どもと共に設けられた。というのはイエス・キリストが死なれる時、その二人の悪者がいたんですね。それでそので十字架で死なれて、また葬られたのは富む者です。それは王様のお葬式のように葬られたということです。それでイエス・キリストが王の王であり、また本当の王様であるのをニコデモが、自分の持ち物を通して見せたということです。またイエス・キリストの王葬式を用意した2人がいますけど、イエス・キリストが死なれる前に、生きている間にまたお葬式の準備をした人がいるんです。それがマリアですね。マリアも非常に高価な純粋なナルドの香油を300グラムを持ってきたんですね。
それはどのぐらいの価値があるものでしょうか。イエス様にこの油を注いだ時、そのユダが、イエス・キリストを裏切ったユダが話したのが、この香油を300デナリに売って貧しい人を施さなかったのかと言ったんですね。それで英語ではそれが A year's wage と書いてありますね。だから1年の給料です。ニコデモにとって100年の給料とマリアにとって1年の給料は同じぐらいだと思います。自分の全ての持ち物だと思います。それで人々はその時話したのは、憤慨しながら何のためにこの行為をこんなに無駄にしているのかと。イエス・キリストに捧げたのに人々はそれは無駄に使っていると話します。信仰がない人々は神様に捧げているものは無駄扱いだと思うかもしれませんけど、でも神様は、イエス・キリストはそのように考えないんです。マルコの福音書でイエス・キリストが話したのは、この女の人が知ったのは私の埋葬を用意していると、また前もって油を塗っていると話しました。それでこの女の人が知ったことは、福音を伝えるどこでもそれが記念となると話しているんです。それでマリアが知ったこと、それはイエス・キリストは永遠にそれが記念となると、またイエス様はそれをいつも覚えていると話しました。イエス様は今死なれて復活する前で、それでヨセフとニコデモが知ったことを見て本当に話したと思ったら、同じことを話したと思います。あなたたちが知ったこと、それは永遠に記念になると話します。またマリアはイエス様に油を注ぎました。キリストの意味は何でしょうか。キリストは、これ間違えて書いたんですけど答えが出てきますね。キリストはギリシャ語です。またヘブライ語ではメシアです。そのキリストとメシアの意味は、それが油注がれたものです。キリストが油注がれたもの、旧約聖書では王様と祭司たちとまた預言者たちに油を注ぎます。だからイエス・キリストというなら、イエス様は王様であり、また私たちの未来を責任を取る預言者であり、また私たちに神様に導く祭司であるということを教えているんです。それでイエス・キリストが本当に油が注がれたことは、このマリアを通して油が注がれるようになりました。そのマリアの献身を通して本当のキリストになったということです。弟子たちを逃げました。でもヨセフとニコデモは、自分は全てを失ってもイエス・キリストがもっと大切であって、それで神様に献身した時、それがイエス・キリストは記念となり、今でも私たちはそれを覚えているんです。クリスマスは近づいていますね。それでクリスマスでは何をしますか。日本ではケントッキーフライドチキンを食べるんですけど、どうしてクリスマス時にそれを食べているのか分からないんですね。それでケントッキーフライド KFC に行けない人々は KFC に行くんでしょうか。人々はクリスマスの本当の意味は忘れているんです。それで私たちはその演劇を用意しましたけど、それも本当のクリスマスの意味は何であるのか、それを
表すことですけど、それで皆さんがクリスマスの時に人々を誘ってまた福音を伝えるのが、またクリスマスというのはキリストにます、それは礼拝を捧げる意味です。キリストに礼拝を捧げる。それで人々は本当のクリスマス、イエス・キリストを知ること、それが一番大切なことです。私たちはオースティンでその福音を伝えます。また今でも一生福音を聞くことができない人々のために、私たちは祈りながら、また宣教師たちを助けるのが私たちの役割だと思います。毎年私たちはそのロッティンムンクリスマス献金を捧げます。それで特別にこれは宣教師たちのために全部使うようになっています。それはロッティンムンという方は中国の宣教師でした。イエス・キリストの救いに感謝して自分の人生を捧げました。また中国でまた自分の命さえも捧げた人です。この方は中国で1912年に大きな飢饉があったんです。食べ物は全部なくなった時があったんですけど、その時中国人のために自分の持ち物も全部あげて、12月24日に食べ物がなくて飢えて死なれました。それでこの人の献身を思いながら、ベプティストの教会はロッティンムンクリスマスの献金を捧げて、宣教師たちのためにそれを送ります。それで皆さん、ヨセフ、ニコデモは自分の持ち物を全部イエス・キリストの恵みに感謝して、それはできないかもしれませんけど、私たちは本当に今でも命を懸けて福音を伝える人々のために、宣教師のために心を捧げることが必要だと思います。私たちはいつかこの世を去ります。その時イエス・キリストに出会った時、イエス・キリストがあなたは生きている間に何を知ったのかと言ったら、私はちゃんと遺言を作って、またお墓もちゃんと先に買ってきて、ちゃんと死ぬ準備をしてここに来ましたと言うんでしょうか。イエス・キリストは最後に完了したと言います。私たちは神様に、神様、あなたが私に与えたその使命を果たしてきましたと、あなたに礼拝を捧げて、またあなたからいただいた恵みを通して神様の国のために働いてきましたと言って、本当に神様に喜ばれる人生になったらいいと思います。お祈りします。愛する天皇と様、イエス・キリストは私たちを救うために天からこの世に来られて、自分のすべてを与えてくださいました。苦難を受けて、血潮を全部流されて、命さえ捨てました。その恵みに感謝して、私たちはこの世であなたに喜ばれる人生になりますように導いてください。本当に神様に喜ばれる一人一人になりますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。
地なる神様の愛と私たちのために死なれたイエス・キリストの恵みと聖霊様の交わりがいつも神様に喜ばれる人生になろうとしている一人一人の上に今から常しえまで豊かに豊かにありますように祝福します。アーメン。